しげさん、アンケートありがとうございます。はい。集客と販売の勉強と実践。まあ確かにね、確かにそうですね。<laughs> 集客と販売の勉強と実践。まあそうですね。勉強だけじゃなくて実践もして。まああとは改善ですね。まあこれはその、今回のプレゼントでも言ってますけども、あの改善も必要ですから、うん。ただやりました。ただ勉強しました。ただ実践しました。 ただアウトプットしましただけでは稼げないですから。うん。まあそれはまあ4つのステップで何をすればいいのかっていうのは言ってるので、それしっかりやっていただければいいんじゃないかなと。これだけだと稼ぐことはちょっと難しいと思います。ただやってました。ただバット振ってますみたいな話ですよね。うんそう。ただまあコンテンツビジネスをやっていく上では、この集客と販売はマストで必要なので、まあこれはまあ重要な要素ですよね。うん。集客しても販売ができなければ、 売り上げ立たないし、販売がばできるんだけど、集客がゼロだったら販売する人がいないしって話で。うん。だからまあ、売り上げっていうのは客、客数かける客単イコール売り上げなんで、もちろん、も他にも公式があって客、客数かける客単かけるリピート率イコール売り上げみたいなのもありますけど、大体いい客数、客単で、これシンプルに言うとここしかないので。 僕の場合はどうやって売り上げ作ってるのかっていうと集客は少ないです。だけどあの販売の客単がもうあと、まあ、僕の場合リピート率もあるんですね。で、なんでリピートが多いのかっていうと商品ラインナップいっぱいあるんでだからリピートはそもそもできるようにしてるんですよね。だからリピート率も、まあ、ある程度50%倍以上切らないんですけどであと客単も いいいいろろいろもういろんな価格帯を用意しているだ今回ドリームアカデミーは120万ですけども、えー、来年からまた390円みたいな商品も売りますし390円の商品も売るし120万の商品も売るしもう,も,うこうもうねもうすごいいろんな階層があるのでうんとりあえずそのは価格で買えない価格で判断する人,は人には価格で勝負して売る。 みんな価格、まあ大体8割9割が価格を見て買うんで、じゃあ価格を見て買う人には価格でぶつける。安く、安いですよ、お得ですよ、みたいな感じでぶつける。でも価値で見る人に関しては価格を上げる。価値で売るって感じですね。だからもういろんな、なんだ、ことやってますね、僕は。だから、あの、この5年、まあ生き延びれたし、まあ借金も2000万ぐらいありましたけど、返済することができました。この客数で。 うん、客数は少ないけどそこのリピート率も50%倍以上その客単ももうレパートリーめちゃめちゃあるよっていうだからここのボリュームで僕はやってるって感じですねでも客数は少ない広告も書けないんで僕はそうただねあの一、ー、人でまあ飯食っていく分ぐらいは普通にいけますんであのちゃんとやればね <laughs> そのこの客数でもうんでそのやり方を僕は教えてます で、なんでこんなやり方を教えてるかっていうと、そもそも集客に関しては、あの、少ないんですよ、最初はね。どれだけ頑張っても集客少ないんですよ。無料でやるんだったら。有料は別ですよ。一日の広告予算、一日10万とか取れます、100万とか取れます、もう全然集あのアクセス取れますし。ただ、そのコンバージョンまで言うと、ちょっと別の話ですけどね。トラフィックは金払えば買えるんで。 ただ、そこにリストを取るっていう概念を入れるんだったら、そのセールスレター、LP の,その作り込み、コンバージョン。まあ、プラス、そのリストを獲得した後のセールスのコンバージョン。まあ、ここもありますんで、あれですけど。うん。だから、ほとんどの人がやっぱお金ないところから始めるんで、やっぱ無料集客から始めるわけですよ。で、僕も無料しかやってないですけど、じゃあ無料集客から始めると、時間と、時間かかるし、あとは何だ 人数も少ないと。でもその中でどう売り上げを作っていくのか。例えば10リストでどう売り上げを作っていくのかと。例えば熟成さんの事例で40リストで300万みたいな売り上げを作った人もいるんですけど、40リストだって集められるよねって話なんですよ。無料,のプラット無無料でもね。でもその300万上がるわけですよ。昔その、その、なんだ、あのお問い合わせがあって、まあ、その話をしてたときに、僕は1000リストありますと。 で1000リストあるけど、50万しか売ったことがないと。売り上げ50万しか出したことない。その、40リストで300万って何やってんすかみたいなね。それでお問い合わせいただいた人いるんですけど。うん。でもやってることってこういうことですからね。一人一人濃するっていう話なんで。うん。そう。うん。まあ今回のプレゼントを、 あの活用していただいて、ここは基盤として大事なことなんですけども、い,いろんなステップというか4つのステップをしっかりまあここにプラスアルファしていただければいいんじゃないかなと思います。アンケートありがとうございました。